皆さんこんにちは。今回の動画では東京大学が一から作った GPT3.5 ターボと同等の性能を誇る日本語に強いオープンソース LLM たぬき 8×8B 日本語テキストからウェブサイトやウェブアプリなどのコンテンツを生成できる AI ツール GPT エンジニアテキストから一貫性のある動画を作れるオープンソースの動画生成 AI ツールCogVideoX などここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し 1X が人間のように動くロボットのデモを公開 Amazon の新しい Alexa がクロードを採用など AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはたぬき 8×8B の紹介です。東京大学の松尾・岩沢研究室は日本国内の生成 AI 基盤モデル開発を推進する GENIAC プロジェクトの一環として新たな大規模言語モデルたぬき 8×8B を開発し公開しました。このモデルはフルスクラッチで開発されていて LLM の日本語対話能力を評価するベンチマークジャパニーズ MT ベンチにおいて GPT3.5 ターボと同等以上の性能を達成し、人による評価でも GPT4、ジェミニ 1.5 プロ、クロード 3.5 ソネットに次ぐ性能を示したとしています。たぬき 8×8B はオープンソースで公開され、研究・商業目的での自由な利用が可能となっていて、モデルデータはハギングフェイスで提供されており、たぬき 8×8B の軽量版のたぬき 8B をチャット形式で利用できる無料のデモもハギングフェイスで公開されています。デモでは、フォームに質問を入力して、サブミットボタンを押すと回答が出力されます。何度か使ってみた感じ、日本語能力はかなり高く、回答に不自然さはないので、興味のある方は一度デモを触ってみてください。続いては GPT エンジニアの紹介です。2024年の早い段階から順番待ちリストの募集中となっていたテキストからウェブサイトやウェブアプリなどのコンテンツを生成できるクロードのアーティファクツに似た機能を持つ AI ツール GPT エンジニアが正式公開されました。AI チャット経由でテキストからコードを生成できるほか GitHub と同期させることもでき、作ったコンテンツはデプロイして公開できます。 GPT エンジニアはツールページの右上にあるサインアップボタンを押して Google や GitHub アカウントなどでログインすればある程度無料で利用でき、ログイン後の画面上部にあるフォームに作りたいコンテンツの内容をテキスト入力して送信すると、あとは AI が自動でコンテンツを生成してくれ、作ったコンテンツをプレビュー画面で実行できます。なお、生成したコンテンツは画面の右上にあるデプロイボタンを押した後に出てくる画面でデプロイボタンを押すと、生成したコンテンツを実際に使えるウェブページを生成でき、GitHub ボタンからコンテンツのコードを GitHub に同期させることもできます。なお、サブスク登録すると、1日にチャットできる回数などが増えるようです。続いては、CogVideoX の紹介です。中国の清華大学などの研究者らは、テキストから一貫性のある動画を生成できるオープンソースの AI モデル、CogVideoX を公開しました。CogVideoX は、段階的なトレーニング技術を採用することで長時間の一貫性のある動画生成を可能にし、高品質な動画キャプションデータを生成するプロセスを開発してモデルのパフォーマンスを大きく向上させたとしていて、現段階では 720×480 ピクセルの6秒間の動画を生成できるようです。なお、論文の中では CogVideoX はランウェイの Gen-2 や Pika などの他の動画生成 AI モデルを上回るパフォーマンスを示したと主張しています。CogVideoX のソースコードは GitHub で提供されていて、CogVideoX5B とCogVideoX2B の2つのモデルが用意されています。また、CogVideoX5B の公式デモがハギングフェイスで提供されていて、プロンプトの部分に作りたい動画のイメージをテキスト入力して、ジェネレートビデオボタンを押せば、6秒の動画が生成されます。画質はランウェイの Gen-3 やラマ AI のドリームマシーンなどの現段階で最高峰の動画生成 AI ツールには及びませんが、オープンソースということもあり、今後の進化に期待です。続いては、Qwen2-VL の紹介です。中国のアリババの AI ブランド、Qwen は、オープンソースの画像動画認識 AI モデル、Qwen2-VL を公開しました。Qwen2-VL は様々な解像度やアスペクト比の画像を理解し、20分以上の長時間動画の内容理解が可能で、一番大きなモデルは複数の LLM ベンチマークの多くの項目で、OpenAI の GPT-4o やアンソロピックのクロード 3.5 ソネットをしのぐ性能を誇るとしており、英語や中国語のほか、日本語などの多言語に対応しています。Qwen2-VL には 2B、7B、72B の3つのモデルが存在し、2B と 7B のソースコードはハギングフェイスで公開されていて、72B モデルは API 経由で利用できるようです。また、72B モデルはハギングフェイスでデモが公開されていて、デモではアップロードの部分から画像や動画をアップロードし、フォームに質問を入力して、サブミットボタンを押すと、質問の回答が出力されます。日本語に対応していることもあり、日本語での受け答えもバッチリでした。続いては、プレイグラウンドの新機能の紹介です。プレイグラウンド AI は、同社の開発する AI 画像プラットフォーム、プレイグラウンドに、新たに T シャツ、ロゴ、SNS 投稿、ミームの作成まで幅広く対応するグラフィックデザインを生成できるツールページを公開しました。プレイグラウンドはツールトップページのスタートデザイニングボタンを押した後に出てくる画面で、サインアップボタンを押して Google アカウントでサインアップすれば利用できます。ログイン後のページでは、ロゴの部分からロゴを、モバイルウォールペーパーの部分からスマホの壁紙をといった感じで、各種アイコンを押した後の画面で、好きな画像を押すと編集画面に遷移し、その画像をもとに、右側のアプライスタイルの部分でスタイルを変えたり、下部のフォームで画像内の文字を編集し、作った画像をダウンロードできます。なお、右上にアイコンがついた画像を編集する場合にはサブスク登録が必要です。また、先ほど紹介したサイトにログインした状態で、画像を生成できる方のプレイグラウンドのページに行くと、プレイグラウンド AI の画像基盤モデルの最新版、プレイグラウンド V3 のベータ版を使って画像を生成でき、ページの上部に作りたい画像のイメージをテキスト入力して、ページの右側でプレイグラウンド V3 ベータを選び、クリエイトボタンを押せば画像が生成されます。プレイグラウンド V3 の詳細はまだ公開されていませんが、かなり高画質の画像を作れ、サブスク登録すると、さらに高画質な画像を作れるなどの特典があります。続いては、新型コマンド R プラスの紹介です。カナダの AI 企業、コーヒアは4月に公開した大規模言語モデルコマンド R とコマンド R プラスの新型モデルを公開しました。どのような変更があったのかは発表されていません。なお、この新型モデルはコーヒアの公式ページに行って「Get Started for Free」ボタンを押し Google アカウントなどを使ってログインした先の画面の左側にあるプレイグラウンドの部分を押した先のページにあるフォームで、右側にあるモデルの部分で新型モデルを選んで、下部にあるフォームから新型モデルを使ったチャットを無料でお試しできます。コマンド R プラスの方はネットでも評価の高い LLM なので、興味のある方はぜひ一度触ってみてください。続いてはクロードの新機能の紹介です。アンソロピックの開発者のアレックス・アルバート氏は自身の X を更新し AI チャットクロードに実装されているアーティファクツ機能について、生成したコンテンツのコードの一部の内容について説明してもらったり改善を促せる機能が実装されたと発表しました。一部のコードを選択してインプルーブボタンを押して出てきたフォームにコードの改善内容を書いてアップデートボタンを押せばコードを改善してくれ、一部のコードを選択してエクスプレーンボタンを押すとそのコードの内容について詳しく解説してくれます。プログラミング初心者にとっては非常に便利な機能と言えます。続いては Gen-3α の新機能の紹介です。ランウェイは7月に公開したテキストや画像から動画を生成できる AI ツールの最新版 Gen-3α について Gen-3α エクステンションズ機能を使うことで最大40秒まで動画を拡張できるようになったと発表しました。ランウェイの公式 X 上で公開されている40秒動画では長時間でも一貫性を保てており Gen-3α で一度作った動画のエクステンドボタンを押すと拡張できるようです。なお現状 Gen-3α を利用するにはサブスク登録が必要で、無料で使える Gen-3α ターボではこの拡張機能は使えないようですが、将来的に実装される可能性はあります。続いてはイルミネートの紹介です。 Google は論文などのテキストデータを2人の会話形式の音声ディスカッションデータに変換できるイルミネートに関して実験サイトといくつかのサンプル音声を公開しました。サイト内にあるプレイボタンを押すと会話形式の音声に変換された論文内容を確認できます。なおイルミネートはサイト上部にあるジョインウェイトリストボタンを押して職業と使用目的を選んでサブミットボタンを押せば順番待ちリストに登録でき後日使えるようになるようです。続いては GitHub Models の紹介です。開発プラットフォームの GitHub は先日 GitHub のプラットフォーム上でさまざまな AI モデルを無償で試せる GitHub Models の限定公開ベータ版を公開し順番待ちリストに登録すれば使えるようになっていましたが、この度私の環境でアクセスできるようになったので簡単に使い方を紹介します。 GitHub Models は GitHub にログインした状態で GitHub Models のページに行き、ページに並んでいる LLM のアイコンの中から好きなものを押した先のページの上部のフォームを使ってその LLM とチャットでき、チャット画面の上部でモデルを切り替えたり画面の右側でシステムプロンプトなどを設定できます。GitHub Models では OpenAI の GPT-4 を GPT-4 ミニ、マイクロソフトの Phi-3、Mistral AI の Mistral Large などさまざまな LLM を無料で1つの画面で試せるので非常に便利です。なお GitHub Models を利用するには GitHub にログインした状態で指定のサイトに移動し、サイトの上部にあるGet Early Access の部分を押した先のページで順番待ちリストに登録すれば後日使えるようになります。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは 1X が人間のように動くロボットのデモを公開の話題です。オープン AI などの AI 企業も出資している。ノルウェーのロボットスタートアップ企業 1X テクノロジーズは同社の X を更新し開発中の家庭用人型ロボット NEO のベータ版の動画を公開しました。この動画にはまるで人間のような動きで人間をサポートするロボットが登場しており、あまりのリアルさにネットでは中に人間が入っているんじゃないかといった声も出ていました。近年の AI の発達によりロボットの進化も凄まじいものがあるので私たちがかつて SF 映画で見ていたようなリアルなロボットが家庭用ロボットとして発売される日も近そうです。続いては Amazon の新しいアレクサがクロードを採用の話題です。ロイターは Amazon が2024年にリリース予定の改良版のアレクサにアンソロピックの大規模言語モデルクロードを採用する予定であると報じました。クロードを採用した新しいアレクサは従来の Amazon の自社 AI モデルを使用したバージョンよりも優れたパフォーマンスを示しているとされています。なお新しいアレクサはリマーカブルアレクサという名称で2024年10月にリリースされる見込みで AI で生成されたニュースの要約子ども向けのチャットボット会話型ショッピングツールなどの機能が期待されていて月額5から10ドルの有料サービスとして提供される可能性があり現在利用されているクラシックアレクサは無料サービスとして提供し続けるようです。続いては750冊の本の情報を一度に処理可能な AI モデルの話題です。 AI 企業のマジックは推論時に最大1億トークンもの超長文脈を処理できる能力を持つ AI モデル LTM2 ミニを開発したと発表しました。1億トークンというのは約1000万行のコードや750冊の小説に相当する情報を一度に処理可能になります。さらにマジックは Google クラウドと提携してNVIDIA の最新 GPU を搭載した次世代スーパーコンピューターMagic G4 とMagic G5 の構築を進めているといい、これにより AI の処理能力がさらに飛躍的に向上するとのことです。 LTM2 ミニはまだ一般公開はされていないようですが詳細が気になる方はニュースリリースページを確認してみてください。続いてはアリゾナ州立大学がオープン AI と提携の話題です。オープン AI は米国のアリゾナ州立大学と連携して AI チャットチャット GPT を大学の教育研究運営の200以上のプロジェクトに導入すると発表しました。アリゾナ州立大学はプライバシーとセキュリティが強化された大学向けに設計されたチャット GPT であるチャット GPT エデュが導入されていて学術論文作成のための AI ライティングアシスタントとして使われたり医学生が患者とのやり取りを練習するためのチャットボット SAM などが利用されているようです。 AI 時代における教育の変化の中でこうした事例が学術の未来を作り上げる一助となりそうです。続いては画像データセットライオン 5B の修正版公開の話題です。ドイツの非営利団体ライオンはステーブルディフュージョンなどの有名画像生成 AI に使われた画像データセットライオン 5B について2023年12月に不適切な内容が含まれていることを指摘されていた件でライオン 5B から不適切なコンテンツを除去した新しいバージョンリライオン 5B を公開しました。リライオン 5B では安全基準が大幅に強化されているようでライオンは公式サイトにて研究者がより安全に使用できると語っています。なおリライオン 5B のデータはハギングフェイスで公開されています。続いては韓国でディープフェイク性犯罪が深刻化の話題です。時事 .com が伝えたところによると韓国においてAI によるディープフェイク性犯罪が急増して深刻化しているとのことです。この犯罪には通信アプリテレグラムを使って画像や動画が共有されるケースが多く政府と警察が対策に乗り出しているとのことで8月29日には韓国のユン・ソンニョル大統領がデジタル性犯罪の根絶を訴えて対策を支持するほどの事態になっているようです。ただテレグラムは秘匿性が高い上に海外の通信ツールということもあってすぐには対応を強制できないという事情もあるようです。なおこの動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。